はい、速稼塾の久保です。まあ、私はね、今回ね、得意分野があだになるっていうテーマでお話ししようかと思うんですよ。まあ、この億万長者合宿も本当長くなりましたよね。セールスする前の動画のあのタームよりもね、その後の方が長いというね。なんかバッターで言ったら、こうスイングでカーンとね、ヒットした後にこう振り抜く、こっちの方が大事だよって言ってるような感じですけどね。さあ、まあそうは言ってもね、今日のテーマなんですけども、得意分野があだになるっていうね、これは私の体験から皆さんにも重なるところがあるんじゃないかなと思ってお知らせします。まあ、私の得意分野って実はね、麻雀なんですよ。麻雀はむちゃくちゃ得意で、中学の頃から始めたんですけども、相当な、ね、負けなしで、まあ、イカサマ技も結構使うんですけども、そのフリー麻雀といって街中でやるね、町場の麻雀でも、まあ、まず負けたことがないんですよ。麻雀大会行けば大体優勝するんですよね。で、まあ、3連勝とか5連勝とかっていうのは別に私としては普通なんですよ。で、その得意がどういうふうに今後のね、人生に、その時ですよ、自分に関わってきたかってことなんですけど、まずはね、麻雀が得意だから目立つんですよ。目立つと麻雀の、まあ、仲間といいますかね、そういうふうなチームができて、何か麻雀の集まりがあると誘われるようになるんですよ。その延長線上である時、麻雀店をやりませんかってことで麻雀店を始めることになるんですよね。で、麻雀店を始めると、あの久保さんが麻雀店やったんだったら、ちょっと一緒に働きたいなって方とか、ちょっとお店に行ってみたいなっていうお客さんとかね、すぐに集まったんですよ。これはね、自慢でも何でもなくて、あの得意分野がものすごく私に味方してくれた部分であるんですよね。ただこの味方っていうのが難癖で、この味方の顔をしたね、実は私の人生を致命的にする敵だったわけですよ。というのが、麻雀店の経営すると、自分が麻雀のプレイヤーからプレイをさせる方になるわけですから、自分の麻雀が強い弱いは全く通用しなくなるんですよ。関係ないんですよ。違うんですよ。どういうふうにお客さんに楽しんでいただくかとか、お客様に負けたけど楽しかったっていう納得感を与えるかっていうふうなね、演出のゲームだったりとか、人材を育てるためのゲームになってくるんですよね。もうそうなると私は太刀打ちができなかったですね。結局私がね、今日何回言ったかな、私は麻雀が得意だとか強いだとか自分で言いましたけども、これがあだになるってことです。こんな自慢話しても、私はじゃあ麻雀でね、何かの資産残せたのって言ったら全く残せてません。何かのお金残せたのって言ったら違います、マイナスです。なので、麻雀に関わったばっかりに、私は生地ですね、自分に、特技があっただけに、麻雀が特技だっただけに3000万を超える借金作ったわけですよ、ね、これが単なる麻雀ファンで、やるたんびに負けてたらそんなことになってなかったと思います。麻雀嫌になってもうやってなかったと思うんですよ。被害は少なかったと思うんですよね。それこそ3万5万負けて終わりみたいな世界だったと思うんですけども、麻雀をやれば勝つ、やらせれば負けるっていうね、経営に負けて、私は、まあ、今のね、コロナなんてない時から麻雀店は潰れました、圧倒的にということでね、得意分野が自分に利するかどうかっていうのはあんまり関係ないんですよ、うん、で、ネットビジネスってものにしてみたら、まさにね、得意だとか苦手だとかっていうのは結果にあんまり反映されないと思います。むしろね、自分がやる気がない、できない、結果が出ないことを、自分が苦手だからということを言い訳にして、そこを利用してですね、正当化することが怖いんですよ。で、そうではないんですよ。苦手だけど結果は出るよねっていうこととかね、自分は得意なんじゃないんだけども、いつもうまくいってるよっていうかね、向き不向きってあるじゃないですか。向き不向きって実は結果にはあまり関係ないんですよ。まあ、ですので、向いてないからできないとかね、向いてないから行動できないっていうロジックにはまらないようにしていただきたいと。向く向かないとかね、それから特技である特技でないっていうのは実はあんまり結果に関係ありません。なぜなら、結果を出すためにはひたすらやるってことなんですよ。さあ、ここで今回の動画のオチですけども、億万長者合宿の動画どのぐらい続いてるか、皆さん1500は1年以上続いてるんですよ。これ特技だからやってるんですかね。特技だったら逆にもうやってないですよ、売り上げ上がったんで。でも売り上げとか集客とか関係なくまだやってるんですよ。これはなんでかってことなんですよ。それはですね、インターネットビジネスが得意だからとか得意じゃないからとか関係なく、続けるってことがもうね、ミッションになってるからなんですよね。人生のミッションですよ、この億万長者合宿のリレー。恐ろしいですよ、死ぬまで続くわけですからね。私がね、いつ死ぬか分かりませんけど、少なくとも3年後には生きてるでしょう。3年後では続くんですよ。怖いですね。さあ、3年後5年後、この視聴者さん、少なくとも吉谷さん一人はいると思いますけども、その他のね方、どうしてるんですかね。さすがにですね、自分のストーリー始めないと終わっちゃいますよ、ね、得意苦手そういうものを関係なく続けることはできるんじゃないかなと思うんですよ。私むしろ不思議なのがね、やらないことを続けるっていうのはどういうことなんだろうと思うんですよ。何にもしないことをずっと続けてるんですよ。なんかね、トンチみたいになっちゃいますよね。ということでね、今回まとめとして言いたいことは一つです。そろそろやりましょうということですね。いつもと同じですね。それでは。